いますかね。こういう感じでまっすぐ来てるんで、うん、こちらも揃ってますしね。はい。これ痛いですね。ゴムがだいぶ痛いですね。硬いですね。ああ硬いですね足ね。痛いですね。大丈夫ですか。大丈夫です。結構痛いですよね。これ痛いですね。もう良くないですね。もともとねもう張りがちでしたけどね。いや今ちょっと一瞬夢を見そうになったけど急に現実に戻りましたね。気持ちいいんですけど ね、 そうですね、ポイント的にこうズバッてくるね。ここね、これそう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 、おおって気持ちだよ。的確です。いや張ってますね。いや困ったもんです。気持ちいいですね。良かったです。いやいやいや。と言いながらちょっと痛くなってきた。あでも気持ちいいな。気持ちいいな。うわあ。いやー。すっげーピンポイント。いやいや。痛いと思うんですけど、足をこうちょっと伸ばします。
はい、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、おう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 、ああははは、うん、おーい、いや、うわはははは、ほほほほほほ、ほほほほほ、あよりこう張り取れてきましたかね。確かに、はい、でもだいぶこのあれですね、なんていうか弾力感というか張りっぷりすごいですね、かなり頑固そうなというか、すごいすごい張ってますね。お、やっぱ緊張が強いんですね、とにかくね、よく寝れてないですしね。うわ、取れないですね。だいぶやっぱりついてるからか。大丈夫ですか。こういう状態ですね。張りまくってますね。うわー、ちゃー。いやー。いてててて。痛いですね。うん。うわ、ちょー。はい。結構やっぱりそういう今の感じだとパソコンとか携帯とか見てる時間もとても長くなってるかと思うんですけど、それで脳が休まらなくて、ね、体の緊張が取れないっていうのもあるので、やっぱなるべく休むときはそれを見ないとか意識的にちょっと本当に休むにしないとですかね。体を横にしてても結構多分こう あれもやらないとなとか、あれどうだったかなで見てると、ブルーライトフィルターはかけてますか。かけてないです。あ、じゃあそれだけでもかけた方がいいです。結構あのブルーライトが結構そのままやっぱり目のと脳の刺激が強く出てしまうので、それをそのちょっとオレンジがかった色とかにするだけでも、まあ結構刺激が薄まるので、あの高校とした画面を見てると、はい、緊張しちゃうと思います。そうですね、ちょっと Amazon で買おう。アプリとかでも大丈夫ですよ。あ、本当ですか。
まあ、あの本当貼るタイプのねフィルターとかもありますから、それの方が、まあ、ちゃんとしてるかもしれないですけど、よし、アプリだけでもあのその、うん、目に優しくなります。なるほど。うえ、私無料のアプリをダウンロードしてますよ。いや本当ですか、うん、よしよし、いい、うん、勝て勝て。今日結構一日で出られてたんですか。朝からちょっと出てました。ああそうなんですね。ええそう。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。てつやさんのチャンネルもありまして、いろんな方とねコラボをされたりとか、はい、体に悪いこともいっぱいやってますちょっとねご興味ある方はそちらをご覧ください。よろしくお願いします。はい、 See you。